あゆたろうチャンネルのあゆたろうとのほたんです。はい、今日はですね、今ウームに来てるんですけど、この度あゆたろうチャンネルウームの専属クリエイターになりました。イエーイ。ちょっと一つの夢が叶った感じがしますけど、まあね、ここから次10万人目指して頑張っていくということでね、頑張ろうか今日のお題はウームでテニスしよう。イエーイ。で、2人じゃできないんで、そうだね、今回ちょっと助っ人を呼びました。どうぞ。イエーイ。あばらめです。大学生です。大学生あ、おめでとう。ありがとうございます。いや、もうね、最初ね、あばらめさんにいろいろね、スタートはね、教えてもらって本当ですよね、でもいろいろやってましたね。いろいろ教えてもらって、電話でね、なんか、これを YouTube ってどうやって始めるんですかから始まっやるわけですね。ありがとうございます。で、今回ね、あばらめさんと、はい、高校生から大学生になった、はい、大学生くんが大学生くん、大学生くん、名前ないです。ということで、早速じゃあこの中でスタジオ今もう入ってあるんで、はい、そこでテニスしちゃいましょう。イエス、レッツゴー。あゆたろうチャンネル、はい、すごい気分がいいです。サークルだもんね。でも早稲田もサークルとかやばいって言ってる。はい、やばいっす。じゃあまずポンポンやっていきます。ガチ練習だからね、これガチ練習です。ファイトー。はい、ちょっと待って。声出すと力むっていうあるあるがある。頑張れ。声なかった。はい、じゃあ次ボレー練習行っていきたいと思います。ファイトー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 。ファイトナイスボレー。めっちゃいいですよ。サンキュー。なんかソフトテニスの良さが出てる。柔らかい。ナイスボレー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 。ありがとう。ナイスボレー。チャンネル。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。初めてあれだね、コート上では味わえない緊張感を味わえました。ぜひ皆さん真似しないでね。室内でテニスやっちゃダメですか。ということでですね、まあ、これからもあゆたろうチャンネル、まあ、ウーム専属になりましたけども、特に変わることはない、ないんで、そのまんま、また面白い動画いっぱいあげますので、皆さんよろしくお願いします。そして、あばらめビートボックスチャンネルも概要欄に貼っておきますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。あばらめビートボックスチャンネルもチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなって思う方もグッドボタンお願いします。ということで、次回の動画でまた